箱入れマスコです。はい、今回は古着湊反対の動画です。イエーイ。初めてじゃないわ。気持ちがあるか。今回は2020年春の古着湊1週間コーデをやります。まあ、キュービックではね、おしゃれ番長としてやってるんですけども、この人にね、なんか僕80点とかでふざけた点数使われたんで嬉しいんで、ちょっと他の服装もちょっと見てほしいなということでやっていきたいと思うんですけど、春コーデ7つコーデするんですけど、結構ね、僕別に自信があるとかじゃないんですけど、服装は好きなんで、そのファッション系はね、結構服とか買う人なんで、でこの人には今回暇そうにしてたのでカメラマンを頼みました。え、頑張しよう。暇そう言うなってことでやっていきましょう。せーの、ゴーゴー。じゃあいくだにやろ。せーの、いくだに。月曜日です。一周回ります。はい、まずアウターの白のロングコートでですね、パンツがデニムになってます。で、中がシャツにネクタイという最近僕が気に入っているコーデですね。これはインスタにもこのコーデ載っているんで見てみてください。靴は厚底の靴で、ポイントはチャックなところですね。で、アクセサリーは僕あんまりチャラチャラしたやつが好きじゃないのでシンプルに。次、火曜日コーデです。火曜日コーデはこんな感じです。テーマは彼女とピクニックに来てね、彼女とボール蹴ったりキャッチボールしたりするようなイメージコーデはい、いいポージングしてらっしゃいますね。わーっつって、かわいい、かわいい、かわいい。このチェックパンツかわいい。このチェックパンツはですね、モンキータイムさんのチェックパンツになってて、この青のスウェットがリョウガが歩みマジカルショータイムの時に着てた青のスウェットを借りてます。借りてます、もうもらいました。で、靴は結構お気に入りですね、これで。はい、服が結構主張そこまで強くないので、アクセサリーを結構いっぱいチャラチャラつけてますね。はい、次水曜日コーデ、こんな感じです。一周回ってください。はい、今回のコーデはですね、結構衣装っぽくてオーラとか出てるんじゃないですかね。出てません。出てませんでした。このコーデはですね、あの清原さんに以前抜き打ちファッションチェックをされた時に結構着てた服と似てるんですけど、サングラスとかつけたらね、もっとオーラ出ちゃいますね。あ、いいじゃないですか、出てますね。ムンムンですね。おい、パンツはですね、トラックパンツなんですけど、大阪のドックで買いました。中のインナーはアンダーカバーで買ったロンティーです。まあ、この丈の短いデニムなんですけど、ちょっと後ろにこうやって着たらかっこいいと思います。で、このネックレスはチェーンネックレス、ズドッタ3000円のネックレスになってます。いい感じですね。イエーイ。木曜日になります。木曜日コーデはですね、結構しっかりした感じの服なんですけど、僕の木曜日は毎週のように結婚式があったので毎週こんな感じの服でしたはい、靴がですね、月曜日と同じ靴なんですけど、パンツとジャケットがグレーのチェックのセットアップになってます。どう、セットアップ。セットアップ可愛いよね。ネクタイとかも結構お気に入りなんですよ、これ。すごい柄がいっぱい。もうジャケットの中まで柄がいっぱいあるんですよ。主張が強いですね。あ、ほっぺたぷくっとしましたね。かわいい。かわいくぶんね。ごめんなさい。どうでしょうか。いい感じですね。あげ。はい、金曜日コーデでーす。ぐるっと。やっぱね、結婚式の次の日はこういうやっぱかわいらしい系の服を着たいですね。まあ、イメージは、チャッキーをイメージしました。包丁持ってたらもうチャッキーですね、これ。はい。どうでしょうか。結構好きでしょこれ。これ好き、超好き。カーキーも可愛い。そう、靴がですね、コンバースのハイカットの靴になってます。で、このオーバーオールがカーキーなんですけど、ウィゴーさんで買いました。お手頃なんで皆さん真似してみてください。で、この白のトレーナーが赤ちゃんのね、あ、赤ちゃんいましたねここにで、僕やっぱチェックが好きなんで、ちょっと個性を入れようとチェックを入れました。この帽子よくかぶってるの可愛いよ。可愛くない。この服装めちゃくちゃ好きやわ俺。一番好き、うん、一番好きかもしれない。だー言うて。はい、土曜日コーデです。こんな感じ。テーマは韓国ストリート。どうですか。これちょっと破けました自分で。あ、自分で破いた。今までの服の中で一番男って感じじゃない。かわいいわ。やろ、黒って感じでね。靴がナイキのね、モアテンになってます。で、この破けたパンツが晴れて買いました。デニムのジャケット、黒のね、結構最近買ってちょこちょこ着てるねこれ。で、この白のロンティーなんですけど、シンプルなんですけど、首元に
ロゴが入ってる感じので、この黒のキャップがですね1000円で買いました。安いでしょう。パー言うてどうですか。はい、1週間コーデラスト、日曜日コーデです。こんな感じ。一番なんかねモノトーンで大人っぽい服装ですね。ロングコート可愛いですね。このロングコート、月曜日に着てた白のロングコートの色違いになってます。へえ、結構着てますねこれ。イエーイ。靴がなんとドクターマーチンチン。あ、もしかして、あ、このズボンまた、あ、また着ちゃった、また破けちゃったわ。で、中のインナーがですね半袖なんですけど白の T シャツになってます。で、ネックレスがさっき言ってたゾゾッタネックレスです。こんな感じでした。僕の1週間コーデが終わりました。どうでしたか。どうでした。疲れました。疲れました結構。個人的にオーバーオールのやつが一番可愛かった。あれ、うん、そう、めっちゃ褒めてくれました。なんかね、見てる人はどのコーデが一番好きだったかちょっとコメントに書いてください。僕の気に入りは、あのグレーのセットアップあったじゃないですか。あれ買って初めて着たんですよ。結構あれね、可愛い、好きでした。でも確かに可愛さで言ったらねオーバーオールかもしんないね。マルビゴーさんっていうね、もう最強の、そう、マルビゴーなんだよ。女性の方はもし僕とデートするときに何曜日にデートしたいか、じゃあちょっと、あ、いいよ、何曜日って書いてください。わかりやすいね。ってことで、はい、僕の1週間コーデでした。ありがとう。バイバイ。バイバイ。じゃあ靴から、これだけも好きかもしれない。